手で生きてけるな。生きていけます。ご視聴ありがとうございます。映像制作のアイネクション食べ元ゆかりです。はい、ということでちょっと思ったんですよ。そのなんか最近、まあ、外出自粛だからやっぱりその結構買い物とかもまあまあ行ってもいいんだけど、まあ、なるべく行かないとかっていうと、ウーバーって結構画期的なわけで、まあ頼めばもういろんなレストランの食べ物が食べれるわけで、そう、あれだけで生きていけるなって、あれだけで生きていけるな。生きていけます。あれだけで生きてったら1ヶ月いくらになるのかなっていう企画をちょっと今回は、まあ結構逆に気になってる方も多いと思います。便利だしいろんなレストランも食べれるけど、実際 Uber だけで1ヶ月過ごしたらどれぐらいかかるのかなっていうことで、ちょっとそれ、今19時なんでね、今からやっていきたいと思います。今からもう、はい、Uber 以外食べれないです。なんで、何を食べるにも、飲むのもウーバーだけ。なんで歯磨きするのに、ウーバーで水頼むいける。あ、それはさすがに、入るのだけにしよう。はい、もう全部ウーバー限定にしようと思うので、じゃあ早速、頼んでいきましょうか。はい、夕飯、まずはじゃあ夕飯をね。はい、ということで、出てきました。これがウーバーイーツの画面でございます。ということで、何が食べたいですか、どうぞ。ウーバーイーツ頼んだことあります？ないです。初めて。はい、めっちゃいろいろあるんですね。そう、そんなんデリバリーしてんのっていうのまであるんで、もう多すぎて逆に決められないです。あの、ちなみに今僕決められない人間なんで回したんですけど、実のこと言うと、こちらも決められないタイプなんで、これあの永遠に終わらないやつです。あの、途中でカメラ止めるタイプのやつです。こんなんじゃる、こんなん、この世にこんなに食べ物の種類あったってくらい。これで、そしたらカートを確認して、はい、で、こちら玄関に置くお届け方法をお試しくださいということで、今、まあ、やっぱそのウーバーさんとかもやっぱ配達とか来るときとかに、まあ、その少なからずこの全く知らない人にこうドア開けて手渡さなきゃいけないっていうので、まあちょっとコロナとか的、まあ心配って心配だと思うし、まあこっちも一応まあ心配って心配だから、それでね、この機能がもう玄関に置くっていう、なんでこれを選択しておくと、あの玄関に置いてってドアホン鳴らしてくれて、でそれで気づいて下でもこの非接触で受け取れる。で、ただちょっとウーバーさん側、配達員さん側的に、あれ、ここで合ってんのかな感は絶対あると思う。そのなんか、その本人に渡してないから合ってんのかなって言いながら置いていって、でもそこがちょっと心配だと思うんだよ、おそらくね。置き間違いとかちょっと怖いです。そうそうそう、で、なんか頼む側的にもなんかせっかくこうわざわざこのうちの玄関まで届けてくれてるのに、なんか何も言わずになんかさ、玄関に置いてってくださいって、なんかあれじゃん、ちょっとこれをちょっと一個思いついたのが、なんかよくさ、このアマゾンとかでこういうなんか薄っぺらい段ボール届くじゃないですか、そう、これをなんかこう半分こう開いといて置いといたら、あのここに入れてくれるし、しかもこれ置いてるから、あの、あ、ここだって分かるじゃん。そうそうそう、だからこういうのなんか置いたらいいのかなって思って、ちょっと今からこれ作ってこうかなと。アマゾンだとこれがついてくる、ついてくるっていうか入ってるんですけど、こんなんかこちらに置いてくださいみたいなの、可愛い字で書いてもらえると、なんか疲れたウーバーの配達員さんが、うわー、なんか小さい子供がこんな風にわざわざ書いてくれたんだって思うぐらい、あの子供の力はすごいんです。今特に外雨ザーザー降ってるんですもん。そんな中、もうこう10分20分で届くって出てるってことは、もうそれだけこの、もうこの、しかもコロナでウイルスも大変な中、もう運送業の方とかが大変であれって言ってますけれども、もうウーバーさんだってもう本当末端を見れば、もう本当最後のラストワンマイルの一番重要な運送ポイントになってるんで、もうそこにもう本当尊敬しますし感謝ということで、出来上がりました、こちらは。出来上がりましたっていうか、まあ何でも大丈夫です、本当段ボール置いてあげても全然いいと思う。で、同時進行しとくと、こっちじゃあ、玄関に置くお届け方法を試してみるを押します。
あ、そう、配達がしやすいようにメモをするって出てくるんで、ここ2位なんですけど、じゃあこういうあのボックス作ったんで、玄関の前の箱に入れてくださいと。ようやく完成しました。はい、あ、すごい、もう完璧じゃないですか。こう、おばさん、配達ご苦労様ですと、商品はここに置いてください。これでも安心して、もう、あ、このうちだってことで、ウーバーさんも配達できると思うので、こちらを。で、これあの多分常に置いといちゃうと、 そこら中みんなウーバー頼んでるから、その多分郵便ポストぐらい、あの、価値なくなってくるんで、ちょっとアプリで、あの、どこら辺に来たかとかって分かるんで、ちょっとそれ近くに来たらばこれ置いといて、で一緒に回収するみたいなのがいいのかなって感じで、はい、これすごくいいんじゃないですか。なんかこちらとしても、なんかウーバーさんに感謝を伝えられて、とてもいいのかなっていう風に。で、なんかしかも場所も分かりやすいし、迅速な配達になると思うんで、ちょっとこれでやっていきたいと思います。では、注文届きました。やった。こちらちゃんとボックスの中にこういう感じで入ってきましたよ。こちら、はい、パスタが2個と、欲張って頼んだピザが1個でございます。まあちょっとボックスの効果があったのかどうなのかわかんないですけど、すごいスムーズにやってまいりましたということで、じゃあこちらちょっと、あんま見せない方がいい、ね、そう、グッド評価をしておきます。いや、すごいスムーズな受け渡しということで、じゃあ早速食べていきましょう。はい、はい、こちら、あ、その前にね、はい、こちらね、アルカール消毒をしっかりと、はいはい、ちゃんとそこはね、決定して、はい、こちら、エビ味噌絶対こっち、多分逆だね、逆だね、こんな感じで、はい、熱々熱いもん、あの、猫舌の俺的にはあと10分待ってもいいぐらい熱いこんな感じでピザもやってまいってます。おっと、はいはい、という感じで1食目が届いたんでって言って、なんか大食いやるみたいになってくる。違いますよ、これからあの1ヶ月ウーバー生活始まりますんでね。はい、じゃあ食べていきましょう。はい、いただきます。いただきます。おはようございます。おはようございます。はい、ということで時刻は朝7時でございますどうせウーバーの結果見せるときにバレるか言いますけど、昨日の夜4時まで、起きてた関係で、現在11時でございます夜更かししすぎて、もうなんか時間があれだけど、まあでもちゃんとあの、ちょっと1日の料金しっかり出したいんでね、あの、今昼と後でちゃんと、あ、違う、今朝か、危ない今朝とちゃんと昼ってちょっと分けてみますんでね。じゃあ早速ちょっと朝ごはん頼んでいきましょうかということなんですけれども、はい、あえてちょっと今回はちょっとこっちの昨日使ったタブレットの方じゃなくて、まあちょっとあの、ウーバー初めてだったんで、逆にあの、僕がお友達にウーバー紹介したっていうようなことで、ちょっとウーバーを今ちょっとアプリ入れてもらったんで、それで注文してもらおうかなと思います。で、ですね、なんと実はですね、なんとこちら、750円割引が3回つきます。なんで、今頼む注文と、後でなんか頼んだりとかする注文2回分の計3回分750円、なんでいくらだ、2250円のクーポンがあのこちらのコードを入力するだけでゲットできちゃうんでね、もうぜひぜひ皆さんこちらで入力してみてください。あの、会員登録この動画見てされた方とかはね、あの、750円 ×3 得するんで、ね、ぜひぜひやってみてください。ということで、じゃあ早速その750円割引券使って注文してみましょう。はい、じゃあカートに追加しましたということで、これ勝手にね、こうプロモーションコードが適用されましたっていう風な形でちゃんとあの750円お得ですと引かれるので、なんで今回の注文の1900円が750円引かれて1150円ぐらいになるはい、ということで頼みましたので届くの待っていきましょう。あ、そうだ、またあのボックスとか、ボックスというかあの、はいね、あの、これも、はい、ということで届きました。こちらやっぱ朝は早いのかな、なんかまあ近かったのかもしれないけど、配達予定15ぐらいだったのがもう10分巻きぐらい、もうすごい。あ、でもしっかりちゃんと飲み物もこぼれずに入ってます。うん、サブウェイだ安定のチェーン店クオリティだよね。間違いなく食べたい味が間違いなく来るっていうね。はい、昼ということで、頼んでいきたいと思います。はい、ということで届きました。僕が曖昧に、危ない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 、はいはいはい、ちゃんと映ってるとか関係なしにやってますからね。
そのうっかり美味しそうに見えすぎてもう焦ってもうすぐ手出ちゃった。すごい、ウーバーってほんと5分10分とかそんなもんですけど、ちゃんと保冷剤つけていただいてます。すごいお店高評価ですね。で、こちらとこちらで、はい、で、その魚とご飯が別になってるっていうね、いいですね。まあ丼とかもいいんですけど、このタイプとかすごいいいですね。今15時ぐらいとか言ってた、我々感覚で15時ぐらいが今17時半なんですけど、まあちょっとね、大抵の人夕食時なんですけれども、なんかデザート的になんか頼もうかなと思って、なんか今ありますか？甘いものといえばミルクタピオカかなと。おお、いいね、タピオカ。うわ、すごい、トッピングにプリンあるよえ、プリンって何？はい、ということで届きました、こちらタピオカです。あ、よいしょ。あ、どっちだろうえ、これわかんないな、どっちだろう。色の違いしか。あ、黒糖だ。あ、こっちかな、黒糖。じゃあこっち普通のミルク。でも黒糖からプリン入ってるからな、黒糖からさらに白くなってるから、どうだこれ。なんか俺プリンの味しないでもない気がする。こっちプリン入ってる気がするマジで。え、それでいるプリン、なんか下の方、え、違うかな、なんかタピオカと別の、うん、なんか柔らかい感触が本当に？だからでかいの？器もしかしてそういうこと？なんか俺でもココナスカプリンの味するんですよこっち。なんでどんなもんか。あ、プリンだ！はい、ということで現在時刻17時56分ということで、ほぼほぼ18時を迎えました。この企画、18時からスタートしたんで、まあ、丸1日が経ったってことで、ちょっととりあえずちょっとこの段階で1ヶ月行く前にとりあえず大体1日どんぐらいかかるのかなっていうのをちょっと確認今のうちしてみたいと思います。はい、注文の履歴、そうなんです、 Uber はですね、注文した履歴を以前の注文を見ることができて、さらにですね、こうやって領収書を表示することができるっていうとても便利機能がついてます。経理処理とか楽ですね、本当になんかもうすぐ紙とかどっか行っちゃうからね、もうサービス料、配送手数料全部込みのトータルの支払った金額で出していきます。で、クーポンは除きますか。まあ、クーポン延々と存在するわけじゃないんでねじゃあ、まず夕飯がパスタとピザを食べましたということで3560円ですね。で、朝が、サブウェイでサンドイッチ2446円、次、お昼が、海鮮2428円ですねで、今の3時のおやつが、はい、タピオカ1491円。はい、ということで、こちらを全て計算すると9925円でございました。なんで、1人あたりは4962円、まあ大体5000円ですね。1人5000円で、まあ大体2人だと、1万円ぐらい、1日かかりますよということで、なんで、単純計算しますと31日だとすると、15万2675円かかります、食費で。高い。なんでここ2人だと30万と5350円。大体なんだ、波のリーマンの基本給飛んでくのが多分30万超えてたらそうだよね、多分ね。はい、という結果でございました。やばいね毎日外食してる感じだね。毎日じゃない、毎食、毎食外食だね、これ。皆さんもくれぐれも節度を守って、節度を守ってウーバーを違う別に身の丈に合った注文の仕方すればいいんすよ便利なんでね、使うときは使っていきましょう。で、もうやるときはちゃんと自炊しましょう。そこはもうしっかり節約していきましょう。毎食やったらアウトです。そこです、そこです。ちょっと今もうこんなタピってますけど、タピってめっちゃ贅沢してますけど、この後の夕飯は自炊しますもう納豆ご飯かもしれないお手軽で、もう急にね。はい、ということで以上、Uber Eats の1ヶ月食べたらいかがなるのかという、ね、企画をちょっと、途中断念という形ではありますけれどもやってみましたという感じでございました。
はい、ぜひぜひ皆さんも Uber 使ってみてはいかがかなと思います。でまたなんか注文するときにはね、ぜひぜひ初めて Uber 使うよって方とかは先ほどのコードにこちらに載っておりますので、紹介コードをぜひぜひ入力して750円をゲットしてみてください。さっきちょっと現時点だと3回ももらえちゃう、もう3回の注文で750円減ったらめちゃくちゃでかいですよ。はい、なんでもうぜひぜひこちらから750円ゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで以上、アイネクションが送る Uber の紹介アイネク機材レンタルが送る Uber Eats の紹介ってなんだって感じだけどもう機材ほぼ関係ないから。